信頼できよると、BTSV とジミンが密かに一緒にモテルに入った写真。ステージでの非常に印象的な歌の直後、BTS を愛する聴衆は暴動を起こしました。したがって、歌を演奏した直後、VBTS とジミンは愛情を込めてお互いを愛撫しました。これは、VBTS とジミンの間のロマンチックな関係の噂を証明しています。二人ともこの二人の特別な関係の噂については話しませんでしたが、前回の書では、ジミンを愛情を込めて見ている BTSV の目のジェスチャーは全て聴衆を疑わせました。防弾少年団が比類のない系、ポップスターに昇格すると、彼らは世界中から目を向けるでしょう。彼らが着るものから彼らが言うものまで、BTS は確実に注目の的です。そうは言っても、アーミーは、VBTS とジミンが常にお互いの気持ちを表現していることに気づきました。これは、彼らが行うあらゆる小さなことは、簡単に世界的なセンセーションになる可能性があることを意味します。二人の成人男性にとって、肉体的な接触はタブーですが、二人の親友は、数十年にわたる友情を誇示することに恥ずかしがり屋ではありませんでした。手をつなぐことから、抱擁まで。VBTS とジミンは、どういうわけか常に接続されています。そして、この愛情表現は、最初は一部のファンを疑わせました。しかし、友情が VBTS やジミンのように深く強力に発展するとき、それは全ての社会的慣習を超越することがすぐに明らかになりました。VBTS とジミンは、家族よりもお互いを親密に考えています。それで、小さな手を握っているとは何ですか？ VBTS とジミン、ブミンまたはハッシュタグ 95Z としても知られていま、しても知られていますの組み合わせは、本質的に友情の目標です。アーミーはまた、VBTS がジミンを保持しているように、完全な信頼と無限の愛を持って手を握るソウルメイトを望んでいることがよくあります。兄弟が他の人に対して持っている全ての愛は、きつい抱擁以外の方法で表現できない場合があります。現在、BTSV とジミンはどちらも沈黙しており、公式ウェブサイトでは何も発表していません。ただし、そのモテルの場所のマネージャーに連絡しようとしているため、そのモテルから詳細情報が提供されるのを待ちましょう。すべてのビデオをご覧いただきありがとうございます。このイベントについてのコメントや個人的な意見を残してください。もう一度ありがとう。